紅葉シーズンを肌で感じられる秋のウォークイベントについてお知らせします。島ヶ原地域まちづくり協議会と JR 関西本線利用促進と電化を進める会共催の関西本線沿線ウォーキング芭蕉王生誕380年記念島ヶ原歴史漂う紅葉の街道散策が開催されます。日時は11月23日土曜日祝日午前10時15分から午後3時で雨天決行です。これは JR 島ヶ原駅を起点に岩谷橋、旧本陣、三本松池、芭蕉の尻餅坂、与右衛門坂などおよそ10キロを歩くウォークイベントです。それぞれの目的地では語り部が島ヶ原の歴史を説明します。参加者には名物よもぎ餅の振る舞いのほか、今年は松尾芭蕉生誕380年記念事業のグッズのプレゼントもあります。当日の集合場所は JR 島ヶ原駅前で、集合時間は10時15分です。なお参加には事前申し込みが必要です。参加を希望される人は11月13日水曜日午後4時までに電話または申し込みフォームからお申し込みください。当日は飲み物などをご持参いただき、歩きやすい服装でご参加ください。また小学生以下の人は保護者同伴でご参加ください。ウォーキングの申し込み問い合わせは島ヶ原地域まちづくり協議会電話59-2584。この放送に関する問い合わせは交通戦略課電話22-9663、ファックス22-9694までお寄せください。 JR 関西本線の活性化のため鉄道を利用してお越しください。以上、関西本線沿線ウォーキング芭蕉王生誕380年記念島ヶ原歴史漂う紅葉の街道散策の参加募集のお知らせでした。